長井玲水曜の哲学者たち哲学者の長井玲さんがささやかな哲学的問いをリスナー部員の皆さんと一緒にもやもや考えていくお時間です今日はメッセージの問いですねはい。ラジオネームお昼寝大好きさんに座しにお住まいありがとうございます僕は少し度が過ぎるほどの早寝早起きのためはいあ。だからこのラジオネーム <laughs> 初めてどのくらいどのくらいないなんだろ。<laughs> 寝ている時に電話をもらうことが多いです。うん、その際、あ寝てたと言われるとついうん起きてたと <laughs> 必要のない嘘をついてしまいます。かるわ。なぜつい必要のない嘘をついてしまうのでしょうか。皆さんもそんなことありませんか。めっちゃありますね。あわかる。わかる。あるある。ある,あるまさに同じ同じことあった。何ですか。だから取材してて。はい 取材してて、まあ、ちょっとセンシティブな取材だった時にそのだからそのとある人からさ朝7時ごろに電話かかってきてさ<い>、まあ、結構そのもう無視できないような名前が入ってるわけうわこの件に関してはこの人のまたなんかかかなん,かなんか文句くんのかなとか、まあ、あるんですよでどうしようとか思って、まあ、出てもでで朝起き,起き当然起きてないから、うんはい、寝てたから出ても出た時に「おう」とか言って言た寝てたとか言われてさ。はい まあそれは寝てましたよとか言えないじゃないですかはい、はい、大丈夫です大丈夫大丈夫起きてます起きてます、はいはい、何がありましたみたいなことを言った記憶ありますけど、うん、だから同じですよそれってでも必要ある嘘じゃないですかなんでで、ね、いや、まだま、だでもさ考えてみたらおかしくないなんで別に寝てましたでもいいじゃん。まあそそそうううかそうかか いやなんかその今その話聞きながら考えてて例えば私あんまり得意じゃない食べ物のお土産とかをいただいた時に「ね、これ好きかわからないんですけど」って言いながら渡された時に「あ好きです」って <laughs> <laughs> あるじゃないですか <laughs> でそれでも必要若干必要ある嘘なんですよ本当だ若干だからその石野さんの「あ起きてました」っていうのも若干必要ある嘘いやまあ相手に気を使わせないっていうああ気を使わせない 気にするわけでしょ要は気使わせてるなみたいな、うん、確,か確かにこれお昼寝大好きさんの例とまたなんか相手でも違うような気がして、はい、なんか多分石田さんその取材相手だと信用されそうじゃないですかなんか起きてた方がなんか直感的になんか心開いてくれそうじゃないですかあそういう打算を働きますねそういうところなんですかね そういう計算は働かなくないけどねでも圧倒的に必要のない嘘っていうのも確かにあって例えば友達に「土日何してたの?」って言って結構仕事してたのに「いや何もしてないわ」とかいう嘘とかもついたりしますそれってさいやそれでもさ、はい、要するにパターンとしてはですよ、はい、パターンとしてはテスト勉強してないテスト前にテスト勉強してないって言ってるのと大して変わんなくないですか 駅まあ、なんかマラソン大会とかでさ一緒に走ろうう理論っていうのもあるじゃないですかあ<ー>やってないよみたいなやつかそう練習してないよとかやってないよってああまあ確かにそれもあるしあとなんか面倒くさいみたいなのもあるかもしれなくて美容師さんとかに「今日お仕事休みですか?」とか言われて、まあ、若干したけど午前中「<laughs> あはいと」と <laughs> かそういうそれも必要のない嘘な感じがするんですよね。 だかからなん面倒くさくて適当に答えるみたいな嘘あります西川さんあります、マッサージに行った時とかに、はい、えお仕事、デスクワークですか外回りですか <laughs> って聞かれた時にかえなんにどっちもあるし <laughs> すごい、なんかラジオ局で働いてるってちょっといろいろ説明大変だなと思って、まあ、どっちもありますね。<laughs> <laughs> パソコンもやりますね外回りもあります外回りなのかなでも嘘ではないですまあねう嘘ではないですそれではないでしょ確かに嘘ではないですそうですねそっかだから永井さんのそのさっきのさ苦手なお土産を苦手じゃないっていうのがはい嘘ですねうんそれが一番必要のない嘘に近いね近いいっていうかえでも気の知れた人初対面だったらまあね だから相手に気をその磯藤さんがおっしゃったその気を使わせないためっていうのが必要があるっていうふうに言うのか。でそれ気を使わなくてもいい別に優しさとかを表現しなくてもいいような局面であ今日仕事ないですって嘘つくみたいなのは、うん、な,なんでそんなことしちゃうんだろうっていうとめ面倒くさいとかいもう流れでいいやとかどっちでもいいやってういう。 な,ないですか<ー>でもさっきの美容師の会話なんてまさにさに典型的などっちでもいい話じゃないですかおやすか休みだろうが休みだろうがんだろうがさまあ少なくとも平日の夕方とか昼とかですかそうですねはいはい夕方とかはい、うん、明らか普通の人はいかないですもんね世 <laughs> の中の社会の大多数の人 <laughs> 確かにでもなんかそこで気が付いたのはなんか引き算の嘘はつくけど足し算の嘘は つかない気がするっていうのは、なんかこう<お>今日お仕事でしたかって言われたときに、仕事してないのに、仕事めっちゃ今日してました。はい、はつかない、はい、い、ああ、確かに。かの<も>。うん。面倒くさい時、人は引き算するかもしれないですね。過小評価して。はい,はい、はい。ちょっと過小に申告する。みたいなあ、そうですね。過小に申告する。必要ない時は過小に申告するし、うん、必要ある時は過大に申告するのかもしれない。<laughs> <laughs> 過小、確かに、でも、寝てるか起きてるかみたいな話も。 引き算ですわね。まあそうですね。うですよね。はいはまあ確かに。これは引き算なのかでも本当ななんでそんなことしちゃうんだろう。とっさっていうところもポイントですよね。うん。あとなんですかそのなんか体重聞かれた時に。はいはい。ちょっと多めに言っちゃうみたいな。ああ。その体重そんな局面ありますが。体重聞かれて何が何が言いたいかっていうと何が言いたいかっていうとキャラ作り。 の課題嘘ははははいいいいいしん坊キャラってことですかとか,なんかこれしすぎちゃった例えばじゃあゲーム昨日何時間してましたかで<ー>本当は5時間しかやってないのに8時間って言うとか <laughs> まあ確かに必要のない嘘ではあるものですか確か確に、うん、あでもなんかどれも結構必要に迫られなんだかんだ必要にないように見えて必要に迫られてるっていうことなのかもしれないですね。 <laughs> 迫られてるのかな <laughs> でもそこまで迫られて,も、うん、起てた起きてたはでもなんとなくさっきの話をしてるから考えると気を使わせたくないものにちょっと近い感じはしますけどねあ<ー>、まあ、そうですねコミュニケーションの円滑さみたいなところに嘘が関係してるのかだ、うん、ってなんかその後にさ相手から待ってる一言はさ起きてたの後はごめんねとかさあ後でかけ直そうかとかさ のがあるからもういいからそんなのことはいいから本題に行こうみたいなので<ー>いう優しさは感じますよねそのさっきの面倒くささとかもそうですしどっちでもいいもそうですしそのなんか つまずきを排除しているみたいな。確かに。もあるかもしれないですね。いや優しいんですねきっとねみんなね <laughs> はいということで今日はなぜつい必要のない嘘をついてしまうのでしょうかについて考えてみました。皆様何を考えますか。長い例、水曜の哲学者たち、リスナーブイのあなたからもささやかな哲学的問いをお待ちしています。メールアドレスおいでよう at mark joqr .net です。